中日ドジャース10桁得点の圧倒的勝利でついに大手大勝利きた。あー勝ったー。12安打 vs 10安打、互角の試合だったな。これで無得点はまずいで。メッツ W 明日も希望ない終わり方。ミラクル不発。試合終了でございます。全然ヒリヒリしない。アダ君は圧倒的ではないか。勝った勝った、もう明日優勝しちゃいよ。またリリーフ陣無失点か。勝った。しかし昨日に続いて大圧勝で緊張感じなかったな。両軍合わせて21安打12四死球。中継ぎが強すぎんよ。あっさりしてたな。案外明日リーグ優勝決まるぞ。さすがにメッツは心折れたかな。明日で決めとけ。気を抜いたらやられる。アメリカの中日は強いの。フィリップスが劇場したけど無失点だった時点でメッツはなかったよ。終わってみれば山本だけだったな。誰だの。まだまだミラクルが怖いかって。カブトの尾形犬山本投手ちょっと怖かったけどよかった。 NHK 通立家みたいな顔してて声も気持ち悪い。インタビュアー絶対に出てくるなよ。まあ緊張感皆無の試合だったわ。昨日もだけど中継ぎの一番いいところ使わずに休ませられた。これは大きい。ご視聴ありがとうございました。